聞こう。このエオルゼアに真実はあるのか。虚偽で塗り固められた教祖、偽変によって作られた町、抹着するために語られる神、欺瞞に満ちたエオルゼアに真実はあるのか。万神の出現に人は恐れをののき、恐怖を拭うために人が戦う。おかしいとは思わぬか。この地を守るというエオルゼア十二神、己の守護神と仰うなら再び呼び下ろすがいい。あのカルテノンの時のように。そして神を呼ぶ代償としてクリスタルを食らわせ、エーテルを吸わせればいい。ウヌラは気づいているはずだ。十二神もまた万神に過ぎないと。その力に頼れば地は滅ぶと。この真実を知ってもなお愚かな民が偽りの神にすがるのはなぜか。賢人ルイゾアまでもが神にすがったのはなぜか。オサが、王が、異星者が、力なき弱者だからに他ならぬ。人の世は人によって支配されてこそ初めて存在価値がある。人は太古より他者との争いで自己を鍛え、奪うことで富、支配することで栄えてきた。つまり争いの果てに強者が弱者を導く先にこそ未来があるのだ。
使い方を。この冒険者は光のクリスタルの加護を受けている。その光の加護がこの者の力を増幅させていると。さよう。光の加護を打ち払うには闇の武器で打ち払えばよい。アルテマウェポンにお前たちに明かしていない本来の力、究極の武器がある。究極の武器。古代アラウ帝国の超文明ですら、その表層しか解明できなかったアルテマウェポンのコア、黒星石サビク。そのコアの中にはある魔法が秘められていてな。魔法だと？その名は究極魔法、アルテマ。万神たちを吸収したのもこの本来の力を取り戻させるために過ぎぬ。これこそがアルテマウェポンの真の力。アシエンザハブレア、貴様何を考えている？私の考えは元より変わらぬ。真なる神の復活、これだけだ。ウェポン、我が真なる神の一端を見せてみろ。絆なす精霊の色、七つの扉開き、力の塔の天に至る。アルテマ。
なのだ。この威力は、このような武器がこのアルテムウェポンの中に。さすがにこの者の身を守るので精一杯だったらしいな、ハイデリンよ。ガイウス・ヴァン・バエサル、貴様の望む力は与えた。さあ、思う存分戦うがいい。アシエン・ラハブレア、貴様には戦いの後聞きたいことがある。しかし今はこの者らを倒し、我に力ありと証明する。どちらが真に持つ者なのか、決着をつけようではないか、冒険者。貴様が力を求めたからこそ、アルテマウェポンを、そして究極魔法アルテマを授けたというのに。所詮は人の子か、この程度のものとは。この星の断りは乱れている。このままではいずれこの星のみならず、物質界、エーテル界、世界をなす全ての法則が乱れるであろう。そしてそれは星に救う良相ハイデリンが元凶。母なる星を守るためには、病巣を焼き払い、断りを正さねばならない。そのためには我らの真なる神が再臨するほかない。
我らアシエンの主、絶対の神の再臨にはこの地により大きな混沌が必要となる。そのためには神を狩るお前たちの力が邪魔となるのだ。この黒き城と共に消えるがいい。その光を武器に変え、闇を切り裂くのです。